皆さんこんにちは、中島ナビ塾の中島です。この動画は私が開発した速読法、30分で本を読んで2分間紹介するポストイットリーディングを実際にこの動画の中で用いて本を読んで紹介していきます。今日読む本はですね、こちらです。薬に頼らず、なんだっけ、家庭で治せる発達障害との付き合い方と、です。はい。まあ、リュウイクの本になるんですけども、Amazon で見つけて購入してました。なんで、これから読んでいきます。では、30分スタートです。はい、ではですね、時間早いんですけども終わりにして紹介いきます。はい、今日ご紹介する本は薬に頼らず家庭で治せる、発達障害との付き合い方です。ですね、いい本です。最初ちょっとパラパラってめくったところで、あ、これはいいなっていうのはすぐ分かって、本当は、もう速読やめて普通に読みたかったところ、そのぐらいこの本はおすすめです。はい。ですね、まずアプローチとして、まあ、脳の仕組みっていうところからアプローチしてるんですね。で、まあさすがアメリカというかですね、向こうの方、そのアメリカの方の博士が書いてる本なので、とてもですね、まあ、分かりやすく理論立てて、書いてあるのですごい読みやすいですし、一番はですね、チェックリストがあるんですね。まあ、右脳と左脳という考え方はちょっと中島はあまり好きではないんですけど、ただアプローチの仕方としてよくて、いくつか設問があってそれを答えていく。で、その右脳と左脳とのバランスが悪いからうまくいってないんですよと。なので、そのバランスを整えるような、右脳の方が弱ければ右脳の方に、活性化するようなアプローチ、エクササイズをしたりとか、でそしてそれを統合していくようなもので、それもですね、特に脳だけではなくて、その触覚であったり、視覚嗅覚とか、そういったいろんな五感を刺激していくっていうワークがすごい書かれているんですね、実際に。なので、まあ、これを読んで実際にその私の場合ですと、うちに来ている子に実際にやってみて、でその子でどういうような反応が出るのかなっていうのをやってみたいなっていうふうにすごい思いました。で、前回ですね、この灰谷隆さんの本ともすごいつながってる部分があるので、すごい納得感としてすごいあります。はい。そうですね、まあ、アプローチの仕方、まあ、もちろん医療を、はい、ですね、まあ、薬飲んだりとかっていうのをですね、全面的に否定するつもりはないんですけども、多くのですね、そのいわゆるグレーってとかボーダーラインの子たち、っていうのは、まず薬とかっていうよりも、まずそういった、こういったようなですね、エクササイズとかアプローチしていくこと、自分の体のバランスを整っていけば、もうそれだけで十分になっていくケースっていうのが、これからも増えていくんじゃないかなと。で、そしてそれを担っていきたいなっていうふうに思います。で、まずこれ私でやってみようと思います。で、あと私のクライアントさんであったりとか、まず大人ってどうなの、そして親ってどうなのっていうところ、子どもたちに対して、実際にやってみる前にですね、私たち大人がやってみてどうなのかっていうのを、まず体験していこうと思いました。これすごいいい本ですのでですね、まあ、療育に関わっている方であれ、その、親御さんであれ、ぜひ読んでいただきたい一冊です。はい。まあ、同じようにですね、アプローチの仕方としては、同じような本になりますので、どちらも、Amazon のリンク詳細の方に貼っておきますので、ぜひ、見ていただいて、こう本を読んでいただきたいなというふうに思いました。はい。今回の動画はこれで終わりにします。動画の高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。